皆さん、おはようございます。ティンダーメックは経営級巨人のキングタケです。巨人、横浜、そしてメジャーで活躍した高橋久成さん、特別なエピソードを言います。実は高橋久成さん、今年実は期限が限られておりますが、臨時投手コーチを務めたそうでございます。左ピッチャーの強化のためにです。はい。いやー、臨時コーチはほんまにありがたやー、ありがたやーですね。はい。ファンの皆さんも驚いている方も多いと思います。はい。その凄さはまず、ピッチャーとしてスライダー、シンカー、シュート、カーブなど本当にすごいピッチャーでございますね。はい。2000年南米に出せルーキーイヤーから一応9勝をマークしましたけどね。はい。2002年で2桁勝利、初めて2桁勝利。2003年13試合ですが、実はその1試合、レイサム、クリス・レイサムビームがね、3アウトと勘違いし、2アウトでしたね。はい。ホームスタンドに入ってしまうという珍事があって、完封を逃してしまったんですね。あれはレイサムビームじゃなくレイサムふざけんなって言いたいです。その後は実は2桁敗戦を喫してしまった久成さん。2006年一時期抑えを務めましたが、その後は先発に戻って活躍。メジャーではほとんど中継ぎで起用したそうでございます。いやーすごい名選手。その後横浜で確か古巣巨人相手に大量失点を食らってしまったのがそのエピソード。いなせというか野暮ですね。はい。引退後は解説者などを務めたそうですが、現在臨時コーチを務めております。巨人のコーチ入ってほしいです。以上です。バイバイ。